お団子やギブソンタックが苦手な方、これがあれば5秒でできます。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、お団子やギブソンタックが苦手な方でも5秒でできるレフト版のヘアアレンジを紹介します。普段やっぱまとめ髪をするときにね、もうポニーテールしかできなかったりとか、まあ、お団子したくてもピンがあまりうまく使えなかったりとかね、でゴムを使ってもなかなかヘアレンジが長持ちしないっていう方って結構多いと思うんですよね。なんですけど、このレフトワンを使えばめちゃくちゃ簡単にできます。ちょっと皆さん騙されたと思ってこの先もご覧ください。今日使うのは N ドットのポリッシュオイル、あとブラシ、レフト版を使います。じゃあまずオイルを何滴か出して髪の毛につけていきます。でオイルをつけるときはなるべく毛先の方から順に中間のあたり、最後に表面につけていきます。ある程度髪の毛が潤ってきたら OK です。じゃあ次はブラシで毛先の方から優しく溶かしていきます。こうすることによってね、髪の毛のもつれだったりとかを取って、オイルとかのね浸透をねまんべんなくしてくれます。では次に髪の毛を後ろでね一束にまとめて、レフトバンをこの穴が開いているところを毛先に通します。で大体3等分の3分の1のあたりぐらいで置いて、このままレフトバンを内巻きに巻き込んでいきます。こんな感じでくるくるくるっと、で毛先が中に入り込んだのを確認して、そのまま根元の方にぐるぐるぐるっとねじっていきます。でもうこれ以上ねじるところがなくなった時に、このまま真ん中の部分に集めてレフトバンを交差させる。こんな感じで完成です。はい、ということで、皆さんご覧になっていただけましたでしょうか。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。マジで5秒でできます。なので普段まとめ髪が苦手な方、ぜひやってみてください。今日使ったね、商品だったりとかっていうのは概要欄に載せてますので、Amazon とか楽天さんでもね購入できますので、ぜひお試しになってください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今後も皆様のためになるような動画をしっかりと作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。